なんか行きたい店舗か、それ要望どういう感じで探してるんですか。普通になんか今3人で、はい、で結構飲みます、ね、一応2、3杯以上飲むんだったら飲み放題あるお店が安いです。あ、いや俺のお酒は飲まない。1、2杯とかですよ。2、3杯ぐらい。いや、ウーロン茶。ウーロン、あ、お酒一切飲まない。あ、2、3だったら2人もそんな飲まない。まあ、そうですね。食べたいものとかは何があるの。一応、まあ、最近だと人気なのは、まあ、肉系とか、あと鶏系とか、はいはい、まあ、そこら辺が人気ですね。はいはい。何でもいいって感じなんですかね、食べたいものとか。特に、まあ、今フラフラしてたんで、フラフラ、もう、はい、何でもあるようなところだったら、はいはいはい、30秒だけもらっていいですか。はい。寒いな、しかし。あ、寒い。そしたら、はい、今日ならなんですけど、今日この裏にあるトリジロ、ドリバルトリジロのソチェンテになっちゃうんですけど、そこがこの時間の12名の予約が当日キャンセル入っちゃったみたいなんです。はい、なんで今すぐ3名様で半個室でお取りできるプラスで、通常があの90分の無料で1480円やってるんですけど、はい、あの今日はもう90分で800円でご案内できるみたいな。800円、はい、おますかそれで。ソフトドリンクも飲み放題入ってるんで、はい、ビールかソフトドリンク全部飲みで800円。飲み放題で800円、1人800円ですか。はい、おますか。嘘つかないです。僕時給なんで嘘ついてもいいです。そうですね、普通のチェーン店になっちゃうんで、めっちゃ高いとめっちゃ安いとかないですけど、まあ、普通のお店でも今日だったらまあ飲んだり、外ドリンクでも2杯飲んじゃえば当たれるんで、飲んじゃえばもう半個室で静かめな感じで、今日も予約も入ってないんで、いくら以上の食べ物を頼みなさいとか店カットでご案内できるみたいな。大丈夫です、はいはいはい、でもじゃあご案内します。靴ビニール袋入れないか、マジで初めて。こんなの靴ビニール袋に入れてください。こうやってやばくなった。そんなのあるの。しかもなんかすでにキャベツ置いてあるし、キャベツは時これ頼まなくてもいいって聞いたんですけど、なんか今2品ずつ頼めみたいな言われたんで、これどういうことかなと思って。頼まなくても、はい、一応これで2オーダーって書いてあるんで、お一人様2オーダーになるんですけど。いやでも言われないですよ。はい、って言われても、ここの紙に書いてあるので、2オーダー頼んでもらう形になるので、2オーダーキャッチから聞いてないから、はい、頼まないと。聞いてないもんね。なんか飲み放題800円の。で、まあ、別になんかお腹空いてないから頼まなくてもいいっていうんで、俺ら来たんですよ。お腹空いてないから頼まなくてもいいっていうふうに聞いて、俺ら来たんだ。だから飲みに来てる。飲み放題とお通し代だけで大丈夫。あ、おますか。はい。飲み放題とお通し代だけってことは、2400円にプラス1500円。飲み放題とお通し代だけって言ってたもんね、今ね。だから10パーもいらんのよ。3900円。3900円で OK。よし、飲むか、じゃあ。酒っぽい味する。そうですね、思いました、僕。お酒入ってる？多分入ってる。いや、てかこれ多分、酒のグラスやから、ちゃんと洗ってないじゃん。なんかウーロンハイみたいな。もう、なんなの、ここ、本当にもう。この店何なの？看板あったなかったっけ？入り口の横にあるだけでしょ。なんか違う名前だった。そう、ほんまに？え、なんで名前だったの？みたいな。トリマルトリジローに俺ら連れてかれそうになったのに、連れてかれたの。どうやって持ったくるんやね。そうですね。俺初めてだよ、キャッチ。即ね、動画回しやったけど。自然になんか2品以上絶対頼めみたいな感じになるんですね。3900円プラス消費税か以上なんかも請求されたらもうごねるんで、めちゃめちゃ。いや、このキャベツ1500円でやばくないっすよ。それはやばいです。それ本当に嫌なんです。いや、ほんとね、汗水で流して働いた金がこれに入るんだよ、これに。でも普通の人は文句とかも言わずに払うんでしょ。あ、おかしいわ、まあそんな。みんながね、ちゃんとね、言わないから、付き上がって、ちょっと言って、ちゃんとね、言わないから付き上がって、こいつらも俺らから金取ろうとすんのよ。てか、キャッチって違法じゃないの。条例上は、なんか、いや、違反で。まあ、タバコのポイ捨てと同じぐらいなんです。じゃあ、あいつ犯罪者。俺らに声かけたやつ、何、あいつ犯罪者。やばい、でもちょっとなんかピザの匂いしてさ、腹減ってきた。腹減ってきたけど、頼んだら負けやもん。俺ら頼まないっつってさ。これ1500円も払いたくないな、正直。来た瞬間テーブルあったからね。もういただきましたね。うさぎ食うやつでしょ。普通野菜みたいな。ねえ、なんかもう使えんところばっかりや、これ芯のところがさ。おかわりしよう、みんなで。みんなでおかわりしよう。すいません。ウーロン茶。オレンジジュースを。オレンジジュースをね。ウーロン茶とオレンジジュース。オレンジジュース2つじゃないの。
これ何？オレンジジュースこれ何？何が来たの？ウーロン茶。ウーロン茶2つ来たの。そうですね。あ、俺ウーロン茶ね。あ、じゃあ。地味な嫌がらせ来たわ。すいません、こちらお会計になりますね。会計のお席でのお会計ですので、お願いいたします。メニューのお探しますね。4,290円。はい、つまり、ミオーダーもなくなったし、サービス料もなくなった、ね。そうですね。はい、皆さん、そういうことです。全部嘘です。全部嘘。警察よりやばいからえ、俺が来るからもうそんなすんなみたいな感じでなんか回ってんすか。確かになんか周りがなんかすげえ見てくる。だから警察とかより全然やばいから早く対処した方がいいよみたいな。でも焼き鳥センターより後ろぐらいにはまだ座ってないんで、あっちでもう一回やればさっきもそれでめっちゃ安くしちゃってるんで、多分動画としての面白さ的に下がるんですよ。ではいはいはい、もうちょっと、はい、全然気づいてないところです。はい、からもっと高くて動画的にもっと面白くはなると思います。俺はリスナーなんで別に面白ければ。さっきの店全員日本人じゃないですか。はい、もっとあるリスナーは基本店員が全部中国人とかなんで、そういうところに。アクセスな店とかやりますか。そこに行きたいですか。まあちゃんとやってるんですけど、いいっすよ。ヒカルのあれバーみたいなのあったじゃないですか、はいはい、あれやらせなんですよ。いや、分かってます。あんな店ないんですよ、はい、僕もね、言ってたんですよ、ヒカルのバーやらせなのにみんな死んじゃってるからね。もう居酒屋の、だってね、人が言ってるんだから、ヒカルの動画あればやらせだったあれは新宿の、立ってる人がお金もらってやったらしいです。いや、ていうかバーなのに BGM が流れてない時点でおかしいんですよ。じゃあなんか、3年前とかは氷に金かかるみたいなのあったんですけど、なんかないんですよ。了解です、ありがとうございます。おはようございます。もうやらないんで。今日はもう終わりです。そしたら内側映るじゃないですか。え、内側映るからダメっすよ。いやいや、もうやんないです。やったなぁ。え、店映してる。店は、店の店名出ないんで案内しちゃったんです。大体警察よりやばいんで。いやいや、警察の方がやばいから。ヒカルさん、ヒカルさんどうすんの、やらせバレちゃったけど。ヒカルさんどうすんの、ヒカルさんやらせバレちゃいましたよ、ヒカルさん。はい、ということでね、新宿のね、ぼったくり居酒屋みたいなとこに行きましたけども、まあ、どうやらね、僕たちがすんなりとね、2オーダーがなしになって、しかもさらにサービス料の 10% がなしになったのは、キャッチの人が言うには、まあ、いつらにごちゃごちゃ言ってもろくなことがないからみたいな、おとなしくしとけみたいな話でなしになったと。だからどうなんすかね、僕だからごねたらなしになったのか、それとも普通の人がごねてもなるのか、ちょっとわかんないですよ、正直わかんない。そこはまあ皆さんね、キャッチはねほぼ違法なんで、声かけられても絶対についていかないようにしてください。